はい、どうもフランクです。ですね、昨日アップした動画だと、まあ、3人のね状態がわからないような感じなんで、今回今晴れてるね、この感じの明るさで、ちょうど今ね着いたら洗車してきたんで、とりあえず全体見ていきましょう。外装はまあこんな感じ。前からだとナンバーが見えないような感じ。事故の影響でタイヤが1本だけ違うタイヤになってしまったんですけどね、まあ、同じメーカーだけどパターンは似てるからまあ大丈夫かな。
車ですけど、だいぶ埃が溜まってます。前回の動画よりは多分見やすいと思います。明るいんで、まあ、今の現状がこんな感じなんですよね。内装とか相変わらず変わらないぐらい、ね、劣化とかするから。で、良かったのがシガーも一応直してもらったんで、電気が入ってますね。ちゃんと通ってます。まあそんな感じですかね。相変わらずボロボロですよ。固形もついてないし、切れちゃった。懐かしい感じの、あれシート後ろがもうなんか劣化してんな。なんか